というわけで今度はこのチキンラーメンで防御力の高いエビフライを作っていきつつ、次回進行は僕、みんなが一役員のようでいっすよ。私はロンロンですある。このチキンラーメンを使うということは、前回の皿うどんで作った攻撃力高そうなエビフライの応用ということですねある。そう、そしてきっと日清がリツイートしてくれて動画がバズるとおっさんは言ってたっす。おーすごい、幼稚園児でも川山用と気づく計算式ですある。しかしおっさんの動画は多くの方々がリツイートしてもバズらないという性質を持っているので、視聴者さんご安心ください。次回以降も穏やかで物静かな料理動画をお届けしますある。この動画では日清さんの提供をお待ちしてるっす。はい、肝心のエビの処理ですが、背わたは頭をうまく取れば一緒に取っていくことができます。そして切り込み、エビを揚げた時に反らないようにするためですねある。そうそう、串なんかを通しても反りを防げるけど、そこまで厳密な料理はしてないので切り込みの作業だけでおしまい。いつもの手抜き調理ですある。実は背わたを取る作業もわざわざ爪楊枝で取るのが面倒なので、今回のようなやり方にしてます。そして作業は最終段階に迫りつつあります。最初に砕いたチキンラーメンで衣をつけてますね。そう、そして最後は揚げの作業。ないないの話ですが、油で揚げるときはかなり大きな音なので、揚げ始めのときだけ音量を 30% まで下げてるっす。そしてこれが本来の音量。音量にご注意ください。結構大きな音でしたねある。美味しそうな音だし、いい音なんだけど、僕らの声が聞こえにくくなるんだよとか言っている間にエビフライができたっすね。どうでしょうか、防御力は高くなりましたか。まあ、硬そうであるよね。味付き揚げ麺をさらに揚げたわけだから色はだいぶ濃くなってるな。じゃーん、けーん、ぽん。どうぞ。ありがとうございます。それではお弁当の中のおかずを見ていきます。お願いします。右からグリーンリーフ、防御力が高そうなチキンラーメン、エビフライ、ゆで卵、無限ナス、カットイチゴ、上の段、チーズちくわの磯辺揚げ、冷凍。最後ご飯の上にごま塩。さあ、肝心の味はどうだったかな。感想は息子くんで、エビの衣が変だったとのことですある。そりゃそうだ。チキンラーメンの味が強すぎたとのご意見も、多数いただきましたある。気分を変えてお掃除の話。揚げ物はどうしてもキッチンが汚れますが、映像のように熱々の油が入ったお鍋を一旦移動させて、すぐにお湯を含んだキッチンペーパーなどで拭いて、から拭きをすれば、洗剤を使わなくても、このようにきれいになります。なるほど、揚げ物も気軽にできる、ということですねある。うっす。お正月が終わるといくつかの食材が安くなるの。そんなディスカウントな食材は今回はブリ。博多ではお嫁さん。先輩、その豆知識毎年言ってます。他の情報を送れよ。ブリは臆病で驚くと群れごと深いところに逃げ込みます。ほうほう、それで。ジオはモジャコと呼ぶ。かわいい。かわいい。現在大根をかつらむ気にしていますが、これはおっさんがなんか料理をしている気分を味わいたいだけなので、飽きたらピーラーで剥いて、どんどん胃腸切りにします。たった一回やっただけで飽きたおじさんがこちらです。一応こっちの方が早いから。おっさんは常に合理的かつスピーディーな方法を選んでいる、気がしなくもないような雰囲気を醸し出しています。大根の次は切り身のブリ、メインの食材登場。お久しぶりブリです。本当、12月は高かったんだけど、本当にお正月を過ぎた途端激安になってたのよね。おっさんが値段とか気にしてるってのを初めて知った。これはね、おっさんすら気づくほどの値下がりなのよ。あのおっさんが驚いた、驚きの、プライスのブリだぞ。あと、栗の甘露煮なんかが劇的プライスダウンになってます。今回はお嫁さんに許可を取って使用しているつもりの、電子圧力釜を使用。みんな見てくれ、この軽量風景をどう思う？すごく、大雑把です。まあ和食だから大きな問題にはならないと思う。現在、ブリ大根モード捜索中です。なかったので、魚つながりでイワシ煮にしたようです。
栓もせずに圧が逃げ続ける状態で調理したりと、いろいろありましたがブリ大根完成。おっさんに文明の力はまだ早かった説。それで歯を弁当の中身紹介。よろしくー。右からかいわれ大根、ブリ大根、無限しりしり、カットももかん、上の段、ご飯の上に、ゆかりさんです。チーズちくわの磯辺用、冷凍。最後に焼きチーズビーフシチュー。さあ感想は。お嫁さんはブリ大根美味しかったよ。って言ってたよ。和食強し。それじゃ、せーの。ビクトリー。2021年牛年の厚焼き卵の調理は、もうこれ以上という努力を、ぎゅうぎゅうに詰め込んで精進してまいります。成功の秘訣は1、2根性に2根性、3、4がなくて5に頑張り、ど根性で成功させたいと決意しております。本年こそは大願成就とさせていただきます。びっくりするほど内容のない決意表明だ。しかし先週に続いての新年の挨拶だったな。前回のは公開は新年だが制作は年末だからな。今日の厚焼き卵こそが2021年一発目の厚焼き卵はじめなんだぜ。厚焼き卵はじめという単語使ってるの日本でここぐらいだろうな。うん、ただしある程度時間をかけて作るというのは前回から始めた新しい方針なんだぜ。前回は薪はできてたけど表面がかなり焼けてたな。うん、だから今回は薪は残しつつ焼き目は減らすというのが前回から改善目標だ。だんだん目標がやや改善といった内容が多くなってる気がする。もはやスクランブルエッグや入り卵になる失敗は減ってきたからな。微調整で完成度を上げる地味な作業なんだぜ。焼き目はなくなったが表面がくしゃくしゃしてるな。ちょっとだけ表面が固まってなかったな。それと気づかないとは思うが、前回からなだれ式巻きをやめようとしてるんだ。やめれてはないんだ。できれば細かく跳ねさせて、綺麗に巻きたいなぁと思ってますまる。上手にできるといいですね。成形を諦めて1分56秒28。それじゃお弁当の中身を紹介だぜ。お願いします。右からブロッコリー、厚切りベーコン、新2021年厚焼き卵、カットイチゴ、山芋のソテー、上の段、唐揚げおにぎり3つ。感想はどうだったかな？感想は娘さんでベーコンが美味しかったそうだ。厚切りベーコンって手抜きだろうけど、結構好評だよな。前回の逆転ゆで卵の敗因は、ズバリ、ストッキングの色にある。と結論を導き出したおっさんは、今回は黒ストッキングを使って逆転ゆで卵を作ります。日本語はわかる方だと思っていたけど、おっさんが言っている意味が全くわかりません。まあ、この動画で出てくるセリフを真に受けたり、真剣に考えちゃダメってことね。その割には動画は終始セリフで埋まっているな。まあ、昔の名残ね。名残。昔は短い動画が多かったから、セリフやネタは動画にみっちり入れるのが一般的だったの。でも今は、長い動画をネットに上げられるようになったから、テレビみたいに要所要所や、オチのところだけセリフを入れることが多いみたいね。だったらこの中身のない動画も、セリフを減らしたらどうだろうか。まあ、無理ね。だっておっさんだから。古い人間だから。そうか。この動画もネット動画のテレビ化についていくために、間に CM を挟んでみたらどうかしら。気になるゆで卵の完成は CM の後、みたいな感じでここでカットするわけよ。なんだろう、ゆで卵の完成は見ている人はほぼ正確に想像しているし、完成を期待している人はいないと思うな。おっさんは割と期待してるみたいだけど、それはプラス思考というよりはハッピー思考だな。やっぱりダメだったみたい。なんちゃって豚生姜焼きの仕上げ。なんちゃってなので、下準備とかそういう面倒なのはなし。玉ねぎに熱を通したら、酒、みりん、醤油、生姜などの調味料を入れて、先に焼いて焼き目をつけておいた豚肉を入れたら、全体に調味料を絡ませる。以上で出来上がり。わあ、簡単だな。それで歯を弁当の中身紹介。お願いします。右からブロッコリー、なんちゃって豚生姜焼き、プチトマト、エビシューマイ、冷凍。厄除けゆで卵、カットパイン、上の段、なんちゃって大学芋、最後に日の丸。感想はどうかな？感想は娘さんで、美味しかったとのことです。あれ、
それだけ。感想を聞くときは誘導にならないようにしてるから、視聴者さんがあれって思う感想のときもあるけど、そこはなんかすいません。まあ、自然でいいのかもな。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメントの書き込み、チャンネル登録、マイリス登録、いいね、ありがとうございます。タグ、宣伝、商品登録、ツイートありがとうございます。本当に毎週の更新の力になっています。ありがとうございます。それでは、皆さん。いってらっしゃーい。暖かくして外出してくださいね。クリスマス会お疲れ様でした。まあ、当番制だからね。あんなケーキ初めて見た。お酒と甘いものは任せて。